皆様ようこそお越しくださいました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。おはようございます。監督のウォッシュウォッシュモランドです。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。続いてアリシアさんお願いいたします。皆さんこんにちは。今日は本当にありがとうございます。日本に戻ってくれて本当に嬉しいです。 Oh, I'm so nervous. Thank you. ありがとうございます。小林さんお願いいたします。Hi everyone. 逆ですね。今本当に2人が日本語で挨拶してくれたことを日本人としてなぜか光栄に思いました。定時役を演じました小林直樹です。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。実際来てみると非常にスウェーデンと日本は美意識という感覚が同じだし似ているし、またミニマすごく僕も大好きなシーンで、あれは僕のダンスを好きでくれてる方も喜んでくれるシーンじゃないかなと思いますし、そしてシーンに関しては実は物語にとってはとても大事なシーンなので、それとあと映画の要素として監督からリファレンスがありまして、はい、Drunken Angel、Yes、アキラ・クロサワの映画、黒澤明監督の酔いどれ天使という、映画の作品の中でそのシーンを参考になるシーンがありまして、そこから例えば衣装であったり踊りのスタイルもインスパイアを受けて、あとは監督と僕とライリーでリハーサルを重ねながら、そこがどう今回テージのリリーだと変わっていくんだろうっていうところでやっていた感じですね。